そうなの、うん、俺、大半の人生それで。そうなんですか。それをやったことないよね。僕は初体験をしてる。今までみんなじゃなくて、勉強してやってる人たちが勝手やってたわけよ。やばい、また力流が大きかったね。ずっと筋肉の名前の忙しいんちゃうんじゃん。やばい、そうだし関連づけてリラクゼーション。無資格でも大丈夫。大丈夫、あーつい。すごいんだよな。ピッチャー変わった。空手の先生やめたの。やってますよ。もうやるっすよ。はい、あ、ピッチャー変わったよ。今までやってたその他の業務は、あの下に引き継いで、でそれで何かあった時に僕は時間ないのかなって練習してくる。来週審査の日だよ。あ、来週ですか、うん、あ、来週ですか、うん、あ、でかせようと思った来週のね、日曜日、はい、来週日曜日ですか、午前中ですか、午前中と午後か、ことは午前で、レイは午後だ、クラス分かれちゃったから。あ、そうなんですね。ちょっとあのね、組手の気合入れてあげてくれる？あ、組手の気合ですか？いいですね。変態の変態だから。いいですか？僕、今ね、今あれ、水曜日の高橋先生と茂瀬先生の3人が来るんですよ。沖縄っぽい顔してるもんね。茂瀬先生も来るんですか？はい。高橋先生と茂瀬先生が A クラス、僕あの B クラス、僕 A クラスなんですよ。沖縄のどっちですか？そうなんだ。はい。そうなんだ。結構大勢で実家帰ればリゾート。あ、3人だけです。そうです。はい。実家帰れば。ナイスナイス。すいません。その辺の民家。じゃあ会社もうちの母ちゃんは奄美大島で行くんだ。今ちょっと上から下目線見てほしい。沖縄の人は他の島の人は何かこう行くらしい感じで見るんだよね。でも本島じゃないの。山の宮古島ってこれね。岩手だもんね。そうですか。ええ、僕は山の新婚旅行。山の新婚旅行。旅行行ったら高いやん。高い。こっちも。俺得意なの行かない。芸能人とかよく来るでしょ、宮古島。週末に行っちゃなくていいよね、彼女しかそれ、宮古島でやなって言ったら、もうそれだけでもう絶対あー、曲ないっすね、絶対、みなこ来るよ、みなこ。はい、つなごつなご嫁来るよ、みなこに。つなごつなごみなこって知ってる？みなこにほら、ビッグダディの元奥さん最近テレビ出てるよ。なんか、ナイナイの番組に出てきそう。出てきそう。絶対あのナイナイのあのモテナイでさ、宮古島とか行ったらすげえ人来ると思う。いや見たことあんなと思って。絶対モテるよ彼は。ナイナイアンサー。ああ。モテナイ出た。俺いつも見てんだよ。俺なんだかんだ見ちゃうって。大丈夫か、あの家で待ってたら誰も来ない。こんな親父がみたいな。出ればいいじゃん。こんな親父になってみたいな。ませんよ。ちょっとつくばでやるんじゃないの。師匠のとこできそうなぐらい田舎なんで。俺も過疎地行こうかな。少ないかね。これはボールは無理だね。時間ないの分かってる。いやいや。マチクじゃ来らねえか。ボール見てね。しくちゃん。この前ね、結構僅差だった。うん、大根切りだ。俺ここ一回やったんだ。やってやってる。はい、6対、この前は6対3、6対3で勝ってる。なんでその僅差が分かるの。ボール決まったよ。ボールでもちゃんさ、なんか下結構。はい、回し込む。ウィニングイレブンのお前、こんなのメールでも貸すって言われちゃうよ。貸す言われません。沖縄だって。大君、次殴るよ。彼は沖縄なんだって。知ってた。はい。お前、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 ここがなんか、でもね、沖縄は沖縄だけど、奄美大島、大島県。そうだよね。鹿児島県奄美市。田島さん出るかな。あれ、鈴木さんはサードに。鈴木さんサード。
大福にピッチリ。あ、お願いします。楽しくない相手と。そう、面白くないもん。なんでも面白くないの。うん、なんとなく。面白いじゃん。お、ナイマッチ、ナイマッチ。はい、決めた。いい、ついたね。どうしたの？どうしたの？ラゴン持ってる人。ラゴン持ってる人。ラゴン持ってる人。いいな。これは面白かった。お兄さんたちは持ってないよ。兄さんじゃない。え、違うの。プーさんたち。師匠の次、カワ君かな。あ、違うな。はい。あれ、カワ君？あ、やってろ、今日走ったから。ないないない。シマちゃん。あ、熱い。熱い。今ね、工藤君はレフト前で、盗塁2つ目。俺は師匠、工藤君走ってくれてきたよ。頼むぜ。次、川君じゃないの？師匠、当たってもいいよ。次、俺か。ああ、そうか。俺の次が、菊ちゃん。菊ちゃんの次か。小原さん。あ、小原さん。あれ？小原さん、どこよ？今、川さんにキャッチバック。ああ。あれ、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 あれ。師匠ブレーキだな。菊ちゃん、守んなく